こんにちは。今日はちょっと珍しく仕掛けの説明したいと思います。上から、浮き止め糸、道糸はサスペンドの2号、浮きは東屋浮きの 3B、 東屋浮きの 3B に猿管部分にガン玉 3B と 4B つけて 7B ですね。合計東屋浮きって予浮力強いんで、表示浮力よりも結構多めに乗せないと、トップがめちゃくちゃ浮いちゃうんで、表示浮力よりも多めにガン玉つけます。で、ハリスは 1.5 号、一拾取って、針はこれ、カツエビ、生きエビ専用の針、ちっちゃい細い針です。ガマカツです。こんな感じの仕掛けでやってます。浮き止めストッパーは、僕は浮き一本とちょっと余分に取ってます。距離はこんな感じの仕掛けでやってます。餌の刺し方は簡単に尻尾に引っ掛けるだけ、おがけ。釣れましたね、これ。アイナメかな。
切れた切れた。切れた。噛んだいかな。